日立候補の届け出をしてまいった参政党公認候補の北川美穂、皆様どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。地元北川美穂、北川美穂はこちらの南池田小学校を卒業しております。こちらの地域の方々には子供の頃から大変お世話になっております。北川美穂、4人の男の子のお母さんです。若い世代の声を泉市政に届けたい、子育て世代の現役のお母さんの声を泉市政に届けたい、その思いで今回決意をいたしました。本日立候補の届け出をしてまいりました参政党公認候補の北川美穂、皆様どうぞよろしくお願いいたします。今までの活動がちょっと見すぎますね。いろんな方忘れますかね。もう真っ黒になっちゃって、はい、真っ黒になっちゃってそうなんですけど、はい、頑張ります。ありがとうございます。頑張りますね。よろしくお願いします。岡山中の皆様おはようございます。私は参政党公認候補の北川美穂と申します。泉市で生まれ泉市で育ち、泉市の鍛冶屋町という町で生まれ育ちました。現在35歳、4人の男の子を育てるお母さんです。この大好きな泉市に恩返しをしたい、その思いを込めて、今泉市政には女性議員が少ないんです。だからこそ女性目線の声、そして子育て世代の声をもっともっと市政に届けていきたいと、この度決意をいたしまして、この場でマイクを持ってお話をさせていただいております。岡山の中の皆様おはようございます。私は参政党公認候補の北川美穂と申します。泉市の鍛冶屋町という町で生まれ育ちました。その大好きな地元に恩返しをしたい、その気持ちを込めて、もっともっと泉市ですね、子供から宮世代までの皆様が安心して暮らしていける、そんな街づくりをしてまいりたいと思っております。ぜひ北川美穂に皆様の一票を託していただきたく、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。皆さん、お忙しい中すみません、大声に失礼いたします。去年までのことにいました、以上の終了でございます。今日はですね、北川美穂さんの応援でどうも参加しておりますが、皆さん、多くは、来てる皆さん、奈良大阪、多くはね、私も多くはよく行きますけど、今日はですね、今週末ですね、8日に投票がございます泉市の市議会議員の方に、北川美穂がですね、立候補しております。皆さんにぜひとも一票入れていただきたいという気持ちで、今日は朝から奈良からやってまいりました。吉本がやめました。なぜかというと、このままでは皆さん気づいていると思います。ちょっとやばいよ日本よこのままでいくと、このままの状況で任していると、子供たち孫の時代にどうなるのかというのは皆さん薄々感じていらっしゃる方が増えてきています。それを実際にどうしたらいいのかなということは、皆さんが選挙に行って北川美穂に一票を入れる、これです。ここから始まります。彼女もですね、まだ34歳か5歳かね、まだまだ若いです。そして子供3人4人増えるんで、子供がアトピーになって、これおかしいじゃないかと、食べるのおかしいじゃないかということに気づいて、自分の子供だけ守ってても意味ないんです。みんな次の世代の子供孫は健康でちゃんと明るく笑えるような日本にするには何しようかなということで、ここで勇気を持って手を挙げていただきました。本当に感謝しかないです。そして皆さんのために、皆さんの子供のために、お孫さんのために、彼女は立ち上がったんです。それに皆さんはできることは、選挙に行く北川美穂にとりあえず一票入れてください。ね、政治のことよくわからん、やっぱり俺がやってもな、私は一票入れても変わらへんと思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、そんなことないです。そんなことないです。そんなことがあったら私も吉本辞めてません。
防御しもとやめても、なんとかせなあかん思ってやってます。それに、だから見るのも一緒なんです。だから皆さんの一票が、この泉市を変えて、地域を変えて、日本を変えて、世界を変えれると本当に思ってますので、その変えるためには皆さんの一票が本当に大事です。ですから、北川美穂と覚えていただいて、今こうして移動している方もですね、雲の中で結構でございます。北川美穂、泉市の中言うとったら北川美穂、入れたのか、これでいいです。これで皆様、おはようございます。私は参政党公認候補の北川美穂と申します。ありがとうございます。生まれは育ちの金泉市で、鍛冶屋町という町に生まれ育ちました。現在35歳、4人の男の子を育てるお母さんです。私は、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。私は4人の子供を育てる中でもっともっと子供や孫たちの世代までもが安心して暮らしていけるそのまま手作りをしていきたい子供たちを守りたいその思いで今立ち上がりこの場でマイクを持ってお話をさせていただいております。お手を振ってのご声援ありがとうございます。しっかり頑張ってまいります。おはようございます。完成と公認候補北川美穂でございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。もっともっと参政党はですね、政治に参加するとしたいという参政党と申します。私、北川美穂もですね、普通のお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんたちが政治に参加をして、子供や孫たちのためにいい泉市を作っていきたい。政治家だけに任せるのではなく、市民の皆様と共に、私、北川美穂は、お力ですね、必要なんです。私新人、まだまだ名前も知名度もありません。だからこそ皆様のお力添えをぜひこの北川美穂によろしくお願いいたします。北川美穂に一票よろしくお願いいたします。ぜひとも北川美穂に皆さん清き一票を入れていただきたいと思います。清き一票はどういう一票ですか。皆さんが便利になる、ここ混んでるからこの道作る、そんなんちゃうで、はっきり言うて、はっきり言うて、10年、20年先、20年、30年先のこの泉市がどうなるかを考えてる人に入れるのが清き一票です。で、私も自分の中でいろいろやってきましたけど、もうこれではいかんというのはほんまに思ってます。ですからもう吉本になりました。なぜかというと吉本は、まあ、企業なんで、まあ、あんまり党の悪口は言ってないですけど、よその党も応援しますんで。そこよくわかるの、今ね。で、やめた。で、やめて、もう今も大変ですけど、ただ、次の世代ね、僕はあと生きても10代、20年よ。で、その人生よりも30年、40年、こういう考えを持ってる人がいらっしゃるというところに皆さん、協力いただきたいと思います。あ、ただ、お父さんありがとうございます。気をつけて、気をつけて。あ、大丈夫ですよ。どうぞ。大丈夫。ということで、皆さんの、大桑にね、お買い物に来ている方、そしてここをなさっている方、泉市に住んでいる方、ぜひとも投票権があるのであれば、北川美穂に一票入れていただきたいと思って、私、吉本もやってましたけど、泉市という名前でですね、今日も皆さんと参加させていただいています。今日もこの後もですね、宣伝が飛びながら、北川美穂言えるかな、入れてて言える、まあ、この一瞬しかないからね、本当に今までいろいろ言うて、怒られたりしましたけど、今は言えるんで、で今もね、どんだけ子供たちが学校行ったらへんか、いや、行きたくないんです、この学校は。教育を変えなさい、教育を変えようとしてるのは実は参政党です。そして、その子供たちの意見を毎日毎日聞いて感じてるのが、この北川さんです。ね、ありがとうございます。北川さんにぜひとも皆さん北川美穂に一票入れていただきたいということでございます。ね、もうね、壁門もひどいですよ。私もやってますけど、ただ急に帰れない。ただで参政党は、まあ、学校の給食のことをプロジェクトを作ってきました。その辺のところもありますし、本当に次の世代のことを考えているのは、参政党しか今ないんです。で北川美穂さんに皆さんが入れることで参政党が少しでも大きくなって、参政党を皆さんに知っていただいて、それが国を動かせるようなところまでになんとか持っていかないと。
なんとか待っていったら日本はまだ変わります。日本が変われば世界も変わります。ですから皆さんができることはよう分からん、政治よう分からんねんと、俺やっても変わらへんと思う人、そういう人こそ選挙に行ってね、泉氏の方は北川美穂と書いていただきたい。北川美穂ね、皆さんがこいつらの大物まで泉氏の何しようって言うんですよ。北川美穂ばっかり言うてたな、それで結構よくないね、あいつ何言うとんねん。いや北川美穂です北川美穂だけで結構でございますから、皆さん書いていただいて、それを、自分の意思、それにね書くのにもやっぱり愛情がいるんです、ね、皆さんこうして何やかんや言いながらね、日本はこう今も税金も上がってね、どん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 生活しなくなってると言いながら、ちゃんと生活してるのはなぜかというと、先代の日本の方が皆さん頑張ってくれてたんです、ね、いろいろよその隣国がいろいろ言いますけども、基本は日本をちゃんと守ってきたのは私たちのお父さんお母さんご主人おばあちゃん、そのを感謝の気持ちを持ってる人間でないと、この先子供たち、孫に残してやろうとは思いません。それを気持ちを持っているのはこの北川美穂ですから、皆さん、ね、今からね、こんなん言うてんねん、そんなお前主婦そんなこと言うても政治変われへん、いや、その言葉が一番だ。ねえ、分からんでもいいねん。分からんかったら、北川美穂って書いて言うてたな、北川美穂言えて、その一票がどん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 大きくなれば、変わりますから、必ず。その気持ちを持っているのが参政党なんで、皆さん、本当にあの北川美穂だけ覚えて帰ってください。そして、今度の日曜日にも投票の時には、お母さんわざわざ出てくれてありがとう。ねえ、北川美穂と書いていただいて、車に乗ってる方も、泉州です、北川美穂言うてたなって言って、わーって見たときに、22番やったな、番号ね、あの広報の20、ダブルピースの22のところに北川美穂を貼ってますんで、なんか分からへんかったら、北川か美穂は平仮名でございますから、それを書いていただく、それだけで結構でございます。それだけで、あなたたちが、いずれみんな健康な人、僕もそうですけど、健康な人も何してる人も、必ず死ぬので、死ぬ前に、この国生きてきた季節、ね、自分の気持ちを残すためには、北川美穂、いい日本、子供たちの孫のために頑張りたいと思います。それって何が違うのかなって言ったら、やっぱりもともと持ってるその人たちの熱い思いなんですね。北川美穂さん、よりのお母さんでございます。女性目線でね、若いうちから子供たちの未来を守りたい。北川さん自身もですね、お子さんがですね、小さい頃からアトピーになってすごくすごく大変な思いをされてこられたんですね。その中で子供たちの食べ物の大切さ、子供たちが口に入れるものの大切さに気づきました。そして何かできることがないだろうか、子供たちの笑顔を守っていくために何かできることないだろうかって、そのような思いで立ち上がったんですね。政治に参加する本当に勇気のいることでございます。街の中でね、喋っていても本当になんかね、こう目線がね、冷たいと言いますか、すごくね、あの暴言を吐かれることだってあります。プライベートも晒します、お金も使います、時間も使います。それでもですね、立ち上がって選挙に出る、そのね、思いをですね、皆さんぜひ組んでいただきたい。そして泉市議会議員選挙、皆様はですね、大切な大切な一票、北川美穂さんに投じていただきたいと思っております。北川美穂さん、皆さんと同じ目線で、同じ目線、皆さん、4児のお母さんです。ただのね、泉市で子育てをしているただのお母さんでしたら、立ち上がってくださいました。皆様と同じ目線でですね、この泉市を守っていくために、そんな政治をしてくださる方だと思っております。大きな声で失礼いたします。一応、そうとしまってすみません。北川美穂の応援で私、山梨市議会に川上舞、お話をさせていただいております。続きまして、和歌山の橋本氏より参りました、岡本清でございます。さて、私も5年前までは泉市の布施谷町に住んでおりました。泉市、18万の人口を持ち、若い世代がどんどん入ってくる、この初賀野も新しく開発をされて、今まさに子育て世代が幸せな住環境のもと生活を送っている。
しかしながら市議会議員、今子育て世代の方が市議会議員に何名おられるでしょうか。子育てで大変なこと、今ある課題、将来に対する不安、我々と同じ子供を育てている世代の方に市政に関して積極的に関与してもらいたくありませんか。4人のお子さんを育てながら今回の市議会議員選挙へ立候補する、大変な決断です。それでも将来の子どもたちのために、未来の和泉市のために、私がやらなくちゃならない、そう思って立ち上がったのが北川美穂さん。参政党が自信を持って購入をさせていただきました。将来の和泉市、そして現在の姿勢、誠実に正直に向き合ってくれるのが北川美穂さん。これからは市議会もどんどん構造改革やっていかなくちゃいけない。まずはこの若い世代、子育て世代の方に市議会に入ってもらう、皆様に市政の男女を仕上げていただく、これがまず第一段階。そしてその中で子育てしながらも市政へ積極的に関わる、皆様の生活を自分ごととして変えていく、まさに働き方改革、そして何より自分たちの行政は自分たちでしっかり関わっていくんだ、住民自らが参加をして市議会議員へ意見を伝える、意見交換をする、議論し合う、そういう意識改革、構造改革、働き方改革、意識改革、これを一人で実現できるのが北川美穂さん。何卒何卒皆様の熱い思い、期待の思いを北川美穂さんへ乗せていただきまして、期日前投票もできます、当日でも投票できます。皆様のお知り合い、お友達、ご近所、この北川美穂さん子育て世代、ぜひとも市政の壇上へ押し上げていただきますよう、お願いを申し上げます。これより北川美穂さん本人から皆様へご挨拶をしていただきます。よろしくお願いいたします。厚賀野にお住まいの皆様、こんにちは。大きなマイクの声で失礼いたします。私は参政党公認候補の北川美穂と申します。35歳、和泉市の梶屋町という町で生まれ育ちました。現在中学校1年生、小学校5年生、年長2歳の4人の男の子を育てるお母さんです。若い世代の方の政治離れ、私もその一人だったと思います。毎日の子育て、仕事、忙しくてなかなか政治に目を向ける、そんな暇もなかった。だから政治に興味や関心が持てない方の気持ちもすごくわかります。そして政治を諦めてしまっている方もたくさんいらっしゃるかと思います。どうせ言っても変わらない、言っても仕方がない、そう言って選挙に行くことさえも諦めてしまった方いらっしゃるかもしれない。しかしそれはですね、この和泉市議会には若い世代の議員さんが本当に少ない、そして現役で子育てをしている女性の議員さん
けていきたいと挑戦させていただきました。新人でまだまだ知名度もない、そんな私北川美穂なんですけれども、応援していただけるのは子育てをしているお母さんお父さんたちだと思っております。だからこそ子どもたちや孫の世代までもが安心して暮らしていける、楽しく暮らしていける、そんな出水市を作っていくためにも、私北川美穂に皆様の一票をぜひ託していただきたい。皆様の思いをこの北川美穂へぜひ届けていただきたく、この場でマイクを持ってお話をさせていただいております。大きなマイクの声で失礼いたしました。ぜひ北川美穂に皆様の清き一票をよろしくお願いいたします。泉市夏賀野にお住まいの皆様、大きな声で失礼いたします。私たち参政党北川美穂と申します。今度ですね、9月の8日に泉市議会議員選挙、ぜひ皆さんに投票に行っていただいて、私たちこの参政党の北川美穂を市政に押し上げていただきたいと、そういう思いで私たち現在活動しております。この北川美穂ですね、現在4人の子供を育てる母親であってですね、この日本をなんとか良くしたいと、この出水市から変えたいと、そういう思いで立ち上がりました。北川美穂、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。明日からですね、期日前投票も始まります。9月8日出水市議会議員選挙、ぜひ投票に行っていただきたいと思います。皆さん今この政治と聞くとですね、何か興味がなかったり関心がなかったり諦めてしまったりという思いはあると思うんですけれども、今この国や政府がこの日本を良くしてくれない現在、この市町村単位でも変えていきたいと、そしてここ出水市から変えてくれるのはこの北川美穂しかありません。この北川美穂ぜひ皆さんの清き一票で市政に押し上げていただきたいと思います。皆さんこの政治と聞いてですね、もう選挙に行かない方ものすごくたくさんいらっしゃるんですけれども、私たちがこの選挙に行かなければですね、この私たちの暮らしがどんどん悪くなっていってしまうと、本当に私たちが、まあ、自分ごとのように、ね、自分たちの生活を良くしたいという思いがあるのならば、9月8日泉市議会議員選挙、ぜひ投票に行っていただきたいと、ありがとうございます。北川美穂35歳よろしくお願いいたします。皆さんの一票は小さな一票かもしれません。だけどこの小さな一票がですね、より集まってこの泉市を良くしていく、この泉市に住むことにが、ね、とてもいい暮らしになっていく、これを変えていけるのはこの泉市の市議会議員だけであります。そしてこの北川美穂35歳、4人の子供を育てる母親です。とても忙しい中、この泉市のために立ち上がりました。本当に今この泉市議会議員、女性がいないと、女性がいないから本当に自分たちの声が届かないと、私たち子供がいる世代、こういった世代にもこの政治興味関心を持ってほしいと、そういう思いでこの北川美穂立ち上がっております。この北川美穂がですね、本当に泉市議会議員になることができたならば、皆さんの生活大きく変わると思います。本当に根本から変えてくれる、私たち参政党の政策にもあるんですけれども、この食から変えていきたいと、この北川美穂も言っております。この前ね、お米がないってよく言ってましたけれども、こういった、ね、お米農家さんに支援するとか、
そういった根本大事なことです。この和泉市からそういったことを変えていくためにも、この北川美穂に、北川美穂に皆さんのこの大きな一票を預けていただきたい。近くの投票所に、投票に行っていただきたいと。特に若い世代ですね、この北川美穂自身も4人の子供を育てるお母さん、若い世代に政治興味関心を持ってもらって、この政治から私たちの暮らしを良くしていきたいと、そういう思いがありますので、皆さんこの北川美穂に一票、清き一票をぜひよろしくお願いします。参政党、参政党公認、泉市議会議員候補、北川美穂、北川美穂をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。泉市の皆様こんにちは。参政党の北川美穂、北川美穂の応援演説を今からさせていただきたいと思います。大きな声でお探せいたしますが、しばらくお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。北川美穂さんは35歳、4人の男の子をお育て中の若いお母さんです。若い女性が最近政治に挑戦するように全国でなってきています。多いところだと女性議員があちこちで活躍をもなさっている。参政党、私たち参政党もまだまだご存じない方は多いかと思いますが、大阪府に7人の市会議員が誕生しています。その中には3人の女性議員がいらっしゃるので、ね、約半分です。半分の方が女性議員が大阪府下で市議として活躍している。ところがいかがでしょうか。24人の市議会議員のうち女性はたった3人だけ。しかも子育て中の女性の世代、30代、40代という議員さんがいらっしゃらない。私は男性だから政治活動をする中で女性の党員さんとかに注意されることがある。実は男性方気がつくこともあるかと思うんですけど、女性でなければ気がつかないことって世の中たくさんあるんです。そうですよね。男の人ってこの地域で暮らしてはいても朝早く出勤して夜遅くに帰ってきてビール飲んでそのまま寝ちゃうというお父さん方いっぱいいらっしゃると思う。実際地域で暮らしていて地域のことによく理解し、そして気づきがあるのはその地域の女性方です。地域で根ざした暮らしをしている女性だからこそ気がつくってことたくさんあると思うんですよね。そういう細やかな気遣いが市政に反映したらもっと住みよい和泉市に変わっていきます。北川美穂さん35歳、4人のお子さんを育て中の若いお母さんがもし市議会議員になることができたら、今まで和泉市ではできなかったこと、男性の高齢者の議員の先生方だったら気がつきもしなかったことをどん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 実行できる。もっともっと女性や子どもたちが住みよい和泉市になる。私はそのように期待しています。それができるのも今まさに子育てされていて子どもを公園で遊ばせたり、ね、地域で買い物されたり、そして彼女は北川美穂さんはご両親と同居してるんですよね。お父さんお母さんに育ててもらって子育ても助けてもらってます。だからこそ両親にいつまでも元気で長生きしてほしい。娘の立場での気づきもある。これからどんな年も高齢化の波が押し寄せてきます。お年寄りが暮らしやすい社会、それをどうすべきかというのもお年寄り、年老いた親と同居するからこそ気づくことがある。市町村行政というのは国政とはまた違って、自分たちの町をどう暮らしやすくしていくか、子育てしやすくしていくか、そういうところが大きいと思うんですよね。例えば明石市、泉房穂さんという市長が決心して覚悟して改革して明石市は有名になってますよね。近くの市町村からどんどん若者が流入し、明石市で子育てしよう、明石市で子供を産もう、そんな形になっています。実際人口が増えて兵庫県の中では一番高い。それが明石市、つまり
一人の政治家が決意し、覚悟し、実行したら、行政は変わる、市は変えれるんです。この和泉市、もっと女性が住みやすい、もっと子供たちが暮らしやすい、子供たちが笑顔で、お年寄りが元気で暮らす、そういうことを北上美穂さんは望んでいて、そのための改革を、まさにこの和泉市、彼女が生まれ育った和泉市で成し遂げようとしています。そのチャレンジを35歳の女性がまさに今やろうとしているんですよね。ぜひその若き女性のチャレンジを皆様に後押ししていただきたい。北川美穂を市政へと押し上げていただきたい。そのように思います。若い子育て中の女性だからこそ気づくことがある。そういう小さな気づきを一つ一つ積み上がせていけば、和泉市はもっと若い方にとって魅力的な街になっていくんです。お年寄りが今ね、高齢化で孤独死、労働介護、人間介護といわれる様々な問題に直面されています。高齢者を守っていくためには、高齢者を支える若い世代が元気で層が厚くなければいけない。でも和泉市、このまま何もしなければ若い方々は減っていきます。ありがとうございます。ご検討をお祈りいたします。だからこそ、子育て中の若い方々が憧れるような和泉市にしていく。若い現役層を増やしていく。そういう魅力的な街にしていくためには、その気づきを持っている北川美穂さん35歳、4人の子育て中のお母さんのような方が、市議会議員になることが何より必要です。和泉市の変革には、北川美穂が必要です。ぜひ皆様の貴重な一票を北川美穂に託していただきますように、子育て中の35歳の女性が政治の世界へ挑戦し、それを和泉市の皆様が温かい心で応援してあげることができたら、必ず和泉市は良い方向になっていきます。皆様の暮らしも良くなっていく。皆様が愛する和泉市がこれからもどん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 良くなっていくようにするためには、そういう小さな気づきを市政へと実現していく、子育て中のお母さんたちの声を市政へとつなげていく、そういう議員が、今までいなかった議員が誕生することが必要です。ぜひ和泉市の皆様、参政党公認北川美穂、北川美穂35歳、4人の男の子を育てている現役のお母さん、ご両親と同居されて、優しいご主人とも一緒に同居されて、3世帯同居。昔の日本ってそういう家がいっぱいありました。僕もちっちゃい時おばあちゃんと一緒に暮らしてました。でも3世帯同居でどんどん減ってきてますよね。そういう両親と暮らして、子供を育てていらっしゃる若い方の、若い女性の声を市政へ届けていくことが、今まで和泉市に残念ながら若い女性の政治家がいなかった、その変化へとつながっていきます。良い方向へ和泉市を変えていって、皆様の暮らしを良い方向へと変えていこうじゃないですか。それが今回の今日から始まる選挙です。明日からもう期日前投票ができます。ぜひ皆様の一票を北川美穂に託していただき、市政へと北川美穂を押し上げていただきますことをお願いいたしまして、私の応援演説をさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ご通行中の皆様こんにちは。こちらは北川美穂、泉市議会議員候補北川美穂。私は本日大阪北摂の茨城市というところから応援に駆けつけてまいりました。本日から泉市議会議員選挙がスタートいたしました。参政党公認北川美穂、北川美穂35歳。私はこの泉市には、ありがとうございます、北川美穂35歳北川美穂が絶対に必要だと思っております。北川美穂35歳は子育て世代4人の子供を育てるお母さんです。
子どもたちの食の安全、食の安全をしっかり保つために、この出水市でも活動してまいりました。北川美穂は今の出水市議会、母親目線の政治ができていない、母親目線で政治をしてくれる政治家がいない、そんな思いで北川美穂はこの選挙立候補する決意をいたしました。北川美穂35歳、子どもたちの学級食、安心で安全な食材に変えて、子どもたちの成長、それをしっかりとリードしていきたい、北川美穂だからこそできる政策があります。参政党公認、北川美穂です。市民の皆さん一人一人が参加できる政治を北川美穂は作っていきたい。今の政治、皆さんどうでしょうか。私たち市民の感覚とはかけ離れた政治が行われております。政治は分かりにくい、一部の人だけでやっている、私たちには関係ないんじゃないか、そのような声をたくさんいただきます。しかし北川美穂は、そんな政治では私たちの暮らしは良くならない、子どもたちが希望を抱けるそんなできない、北川美穂、そんな思いでこの選挙戦やるんだ、他にやる人がいないんだったら北川美穂、私がやる、そんな思いでこの選挙戦戦っております。泉市民の皆さん、一週間大きな声でお騒がせしますが、北川美穂は必ず市民の皆さんが参加できる政治を作り、子どもたちの将来、希望を持てる将来社会に変えていきます。そのためには皆さんの力が北川美穂には必要です。皆さんの貴重な一票が参政党北川美穂には必要な、この泉市議会、話を聞くと女性の議員がいないと、女性の声が反映されにくいんじゃないかと私は思っております。そんな市議会では子育て世代の声届けられるでしょうか。北川美穂、それはおかしい、それは変えないといけない、参政党北川美穂、自分がやるんだ、そんな思いで今回の選挙立候補しております。ぜひ市民の皆さん、泉市民の皆さん、北川美穂、私からのお願いです。北川美穂、北川美穂35歳、北川美穂35歳、皆さんの一票で、貴重な貴重な一票で、北川美穂35歳、4人の子供を育てる母親、北川美穂35歳、皆さんの貴重な一票で、北川美穂35歳、北川美穂を市議会へ送り出してください。一週間全力で戦ってまいります。どうか北川美穂をよろしくお願いいたします。私からの挨拶以上とさせていただきます。ありがとうございました。あっちの、はい、北川さんの方、お住まいどちらですか。茨城市です。茨城市ですね。来年早々に市会議員の会、あの選挙があるもんですから、応援の来てないと、はい、先だって美濃でえらいお世話になったもんですから。あ、そうですか。だから今日は999って書いてる九州のものがいっぱい来てます。これ九州って意味なんですか。そういう意味なんです。わからないように、わかるように。そうですか、はい、ね、木下さん頑張りましたもんね。そうなんです。もう途中からいけるかなと思ってたんやけど、あ、はいはい、まあ、蓋を開けてみないと分かりませんので、ね、ですよね、はい、いやでも本当最後はね、はい、みんなで盛り上がって、追い込みが、はい、北川さんも1週間もう、でもね、今までもやってらしたのか、はい、ありがとうございます、ね、本当に若い人が増えてくれないと、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、今日はどうですか、はい、今日初日ですけど、そうですね、朝からみんな気合入ってます。あ、ですよね、はい、
でも結構みんなあれですね、はい、多くは、ね、拝見してたら、はい、すごいたくさんの人が手振ってくださって、そうですね、びっくりしました、びっくりしました、さすがやっぱり地元で、そうですよね、今まで頑張ってきたから、ね、お相手さんからあーみたいな感じで ね、うん、見て手振ってきてくれはったんで、普段から頑張ってられますね、普段から頑張ってられます、ね、もう本当普段からね、いろんな活動されてる方なんで、もう絶対にね、今回主義になっていただいて、はい、ますます活躍していただけたらと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、ちょね、1週間大変ですけど、ね、もう皆さん本当もうありがたい限りです、はい、ありがとうございます、はい